はじめにホスト役でもあります風間寛平師匠にご挨拶と今大会の意気込みをお話しさせていただきます。お願いします。毎度ありがとうございました。ご着席ください。いや今のですべて、あとは記者の皆さんがもう文献に変えて、いや報道のやつ一発やってたから。それではホスト役の風間寛平師匠、ちょっと待ってください、照れるのやめてください。確かにそれぐらい滑りましたけど、ちょっと皆さんも悪いですよ。対面のこういう取材が皆さんも久しぶりで、こんな緊張してはるんです。耳が赤くなっております。確かに全然滑りましたけど、もうほんまこんなに滑ると思えなかった。ほんまにフラッシュの光出るな。めちゃめちゃ赤いわ。これもほんま芸歴51年迎えた人が50年で、今のは師匠悪くない51年でこの赤いのは久しぶりだ。51年で一番恥ずかしかった。いやせめて吉本の社員さん笑いましょうよね。ほんまに誰も笑われて、まあ、俺らもやけど俺らも笑ってなかったですけど、誰も笑ってすいません。改めまして乗りましたよ。ちょっと僕乗しました。乗りました。本当すいませんでした。ほんまに謝れてくれ。それでは神戸賞ご挨拶と今大会の意気込み、はい、改めましてよろしくお願いします。意気込みはアーメンマー。ありがとうございました。お待ちしてください。今のほら来ましたよ。だいぶちょっと笑ってお前一生懸命やってんねんから師匠。こちらのカメラマンがこれでもかぐらいフラッシュだけど一番軽いやつ。押してはないです。フラッシュだけ耐えてくれました。一番軽いやつな。まあ本当にね、はい、2年間本当にこう、まあ、マラソンが、淀川寛平マラソンができなかったことが、ほんまに悔しくて、やっと今度、もうやろうと、はい、今回は、ということで、とりあえずもう毎年、まあ、1万2千人ほど走るんですけど、まあ、その1万2千人集めるのちょっと悪いと、はい、そこはちょっと考えて、まあ、でも半分、とりあえず5千人でもうやりまくる、やろうということで、今回やりますので、皆さん5000人規模ですね。5000人規模、はい、一応募集は先着3300人です。いやでも5000人やりましょう。規模はそれを言って規模だよ。3000人で集めたい気持ちの規模でやりますけども、3300人ということになっております。散々税制って言われましたよね。あかんでって言って、すいません。3800人先着3300人です。もうでも、ね、5000人ぐらい行きたいな、まあ、ね、まあ、5000人がもう行きたいなと思ってるんですけど、うん、まあこの来年の3月やから、はい、徐々に収まっていくも分からへんやんか、はい、まあタブケンが言うてたように、はい、インドのインドの予言者が11月にはもう収まると、はい、コロナが収まるって言ってますから、言うてますので、それを信じて、誰なんですか。それは検索してください。誰や分からへんから。インドの予言者が11月には収まると言っておりますので、はい、本当に収まってほしいと、僕はそのインドの預言者を信じます。本当に収まってほしい。一人一人のね、心がけでインドの預言者の預言が当たるように、はい、はい、もう本当にそれを信じて、来年の3月はぜひとも、本当に5000人集まれるように、まあ、なんとか皆さん一人一人が気をつけて減らして実行したいと思いますので、一つよろしくお願いします、はい。はい。頑張っていきますので。よろしくお願いします。2年前は中止になって、去年はリモートでやらせてもらって、8時間。すごい楽しかった。僕はなんかそのね、リモートで北海道の方で言うたら、道が凍ってるとか走らせてもらった動画を送らせてもらったけど、やっぱ常になんか皆さんのことをね、考えながら作ってる寛平マラソンなので、今年本当にこうやって走れるってことがすっごい嬉しいです。あとやっぱり2年ほど前、何年か前からも子供ができまして、3人ともやっぱ参加とかしてて、今年は走らへんのって言ってたんですよね、去年も、うん、だからそういう意味で今年走らせてもらえる、まあ、キッズは、300人かな、はい、っていうことで、やっぱ皆さん待ちに待ったことやと思うので、うん、まあ、コロナ対策もしっかりして、まあ駅伝もなくなりましたし、フルマラソンの方もなくなりました。あといつも前日やってた寛平ウォークでもなくなったんですけども、ギュッと、詰めまして、ハーフマラソンと10キロとキッズマラソンということで、
すごくなんかやっぱ安全面も対策、それやっぱ寛平兄さんの思ってるとこやとみんなに楽しんでもらうということで、まあ多分これから徐々にもしかしたら膨らんでいいかもしれませんけども、多分3300人すぐ埋まると思います。そして多分淀川マラソンなんでずっと距離は、いつも僕ら沿道とかは、空いてるスペースいっぱいあるんですよね。だからその密にもならないで応援もできますんで、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずは皆様、いつもオリックスバファローズを応援していただき本当にありがとうございます。まもなく優勝でございます。やっちゃー、ありがとうございました。もっと滑った、あんなこと滑るもっと滑ったいやもうやっぱ俺背中、市長の背中追っかけてるのでよかったです。同じ感じになれてこんなお気持ちで僕立たれてたんですよ。それは顔も真っ赤になると思う、ほんのり耳が赤くなってるんです。すいません、お願いします。3年ぶりに開催ということで、まあ大阪マラソンとか神戸マラソンとか、まあちょっと大きな大会とかもこうなくなって、ランナーの方はね、やっぱり走りたいと思ってると思うんですよ。なので来年の3月にはなりますけども、この寛平マラソンでこの関西のランナーたちがですね、この今まで溜まった気持ちを、まあ、晴らすというかね、もうそうなれるような大会になればいいなと、ほんで、カムシャも言いましたけど、まあ、まだコロナの状況わからないですけども、これがうまいこと、インドの預言者が言う通りにですね、収束していけば、3月のあたりに、ちょっとこう、じゃあもう少し増やそうかって言って、まあ最終5000人規模ぐらいになれたらいいなっていう話はしておりますが、今のところまあ3300人限定ということなので、今まで走りたかったなと思っているランナーの皆様はですね、3月に淀川に集まっていただければ、最高の舞台を用意いたしますので、よろしくお願いいたします。あと屋台も、やらせていただきたいなと思ってます。屋台出すの出せないんですよ今年は。あかんない。飲食ブースはどうなったの？あります。あれ？やっちゃー！嬉しい。嬉しい。やっぱこれセットなんで俺とは。いや、店はもうほぼ決まってるみたいです。嘘や。ここから交渉してください。そうです。よし、まあ何か、本当に感染対策をしっかりとして、はい、楽しい、この野外でのなんか、みんなが集まってワイワイできるイベントの、走りになればいいなと思いますんで、皆さんも何かご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。3年ぶりに、参加してくださる皆さんと一緒に走れるイベントということで、私自身もすごく楽しみにしてるんですが、やっぱりこのコロナ禍で走り始めた人って結構意外といると思うんですよね。っていうのはやっぱこう体の健康面を気にしたりだったりとか、あと免疫力を高めるためにスポーツを始めたっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、その辺も、初めて参加するよっていう方も、ぜひ、先着順となってますので、今まで参加したことないけど、参加したいなって思ってくださる方が増えればいいなと思っております。やっぱりこう、走るのって、一人で走るのも、まあまあもちろん楽しいんですけど、みんなとこう、ワイワイしながら走る方が、やっぱり気持ち的にも楽ですし、走るのがすごく好きになると思うので、そういう面も楽しみながら、来年のイベント、飲食ブースももちろん楽しんで、触れ合えるブース、ちゃんと感染対策を取りながら、久々に皆さんと触れ合えるイベントになると思うので、その辺も私自身しっかりと楽しみたいなと思っております。たくさんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。で結構僕もウォーキングしてたら大阪城とかのこの寛平マラソンのやつ来て歩いてたり走ってる人多いんでね、うん、なんかここからね練習仕上げていく時に会うたらよみたいなかもね、うん、お互いの、はい、お互いで盛り上がっていただけたらと思います、うん、さあそれではですね今回も特別協賛をいただいておりますフジパンさんとの淀川寛平マラソンコラボスナックサンドが発売されることが決まりました。そうです、皆さんのお手元にあります毎年お客様からご好評いただいているコラボ企画のスナックサンドですが、以前も大人気だったまたという声も多かったスナックサンドたこ焼き味でございます。はい、今回はさらに関西風味にこだわりまして鰹節を効かせさらにたこ焼きの味を実感いただけるようたこ粉末を増やしております。買いました。そしてそうなんです、斉藤町、皆さんぜひご、食べてみてください。いいの？香りを味わっていただきたいです、まず。タコ粉末。スナックサンド、こっちのおかず系好きやねん。おかず系ええよな。はい。見た感じ普通。
あ、うまい。サバカの匂いする。おお。あ、うまい。あ、たこ焼きですね。たこ焼きではないんですよ。食べてるやん。いや、いや違うやん、はい。あの、匂いがい。あ、匂い、そうだっす。でも、たこ焼きや。食べたらたこ焼き。あ、食べしょ、いかがでしょうか。あ、たこ焼きやね。うん、すごいな、これ。うん、でもなんか、シャキシャキしたキャベツ。そうや、キャベツ入ってるな。だからお好み焼きやと思ったら、うん、お好み焼きやで。たこ焼きなんですよ。たこ焼きやで。はい。たこ焼きなんですよ。うん、お願いします。石田さんどうですか？あ、おいしいよ。で、かつお節も効いてて、あ、そうそう、たぶんシャキシャキしたその野菜も入った。子供さんなんて、うん、絶対好きですよね。うん、食べやすい。はい、あ、これうまいわ。これ焼いてもええんちゃいますか？あ、ちょっと焼いたらうまく上がるから。焼いたらお好み焼きみたいなのな。たこ焼きなんですよ。たこ焼き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 味だよ。もう帰れ。たこ焼き焼いて。わからせんもって。タモさん見えてます？後ろのフジパンさん睨みつけた。冗談です。冗談です。ぜひともこちらコラボになってますね。ちょっと食べやすい。はいね、やっぱこう走ったり練習したらお腹も減るし、お腹も減りますし、走る前はやっぱりちょっとこう炭水化物入れた方がいいんで、うんうん、こういう食べやすいスナック系のサンドがあると、うん、めちゃくちゃランナーにとっては助かります、うん、ね、食べやすいですし。アイニャンの今年痩せてんな。今アイニャン YouTube でめちゃめちゃトレーニングしますから。あ、そうなん。フルマラソンのためにめちゃめちゃトレーニングして、今回フルマラソンなくなってて欲しくなってましたよ。そうなんです。仕上げてきたのにな。一周走ったらええやんね。はい、練習って感じがしていただきます。いやいや、仕上げてきてるな、はい、すごい仕上げております。もう水泳やったりいろいろ山走ったりして仕上げております。それでは最後に改めまして、風間寛平市長よりフジパンプレゼンツ淀川寛平マラソン2022開催にあたっての抱負をお話しさせていただきます。それではホスト役狭間寛平賞よろしくお願いします。今まだ食べてんのよ。見たわかるやろ。ちょっと咀嚼してやったやろ。演芸に来ていただいて。いや違うんですよ、はい、あの日同士やから、はい、よく噛むんですよ。ね、そしてすりつぶしてちゃんと入れるんです。じゃもうまだ戻してきて、まだ。もう戻すんですか。牛同士やから。牛同士ですやんか。それではただいま牛同士狭間寛平の咀嚼待ちでございます。ちょっと待って。待ちます待ちます。もう今本当にね、子供の時からもっと遅いでずっと言われる。はい。だから牛同士の人。みんな遅いもん。師匠、もう喋れるならもう喋ってほしいです。もう今完全に喋れてるので。俺、牛年やけ。皆さん、この中に牛年の方いてますよ。前説で出てる。牛年。遅いやろ。いや、早いです。もう何もないです、口の中。お前、こって牛じゃないの。早いんか。牛年にこって牛年。こって牛って何聞いたことない牛出てきました。こって牛。幻、厳重種。コッテ牛って仕入れたいわ、コッテ牛。すみません、焦らせてしまいました。いや本当に、あ、それではお願いします。いや本当にね、まあ、なんていうんですかね、もう僕もずっと走ってもう40年近くなるんですけどね、やっぱりこの2年間、やっぱり一番やっぱりこう、あ、もう寂しいなあいう気持ちになりました。でもまあ本当にこうできるっていうことで、ほんまに僕も、ああ、よかったなぁと、ほんとつくつく、ほんとによかったと思います。うん。はい。だからまあ、なんとか僕らもできる限り、吉本興業のタレントがまた何人、応援に来てくれるかわかりませんが、とりあえず、できるだけたくさん、若手に来てもらって、ほんでまあ、この2年間辛かったことをですね、ほんまに、ランナーの方を盛り上げるように、僕らも一生懸命、頑張ってやりますので、それがまあ僕らのほんま使命やなと思ってますから、はい。ランナーの方を一生懸命盛り上げるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい。本当に頑張ります。ます、はい。師匠にとって走るとは何でしょうか？走るとはですか。やっぱり、なんていうんですか、僕の中では、やっぱ一本の、まっすぐ
のまっすぐ行ってます。まっすぐ進んでいく、天国への道かな。死んだらあかんねん。死んだらあかんねん。死んだらあかんねん。天国への道。まっすぐに。まっすぐ人生みたいなもん。人生。人生。ありました。ありがとうございます。